フジテレビ第一スタジオ特設リング、これから本邦初全日本女子プロレスの生中継をお楽しみいただきます。先ほどのボクシングからこちらの方に移ってまいりました。こちらも私の本業です。三宅がお伝えしてまいります。さあ、そして私のお隣は元 3WA 世界チャンピオン、ライオネス飛鳥さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてそのお隣です、フジテレビスポーツ部の格闘技オタクとして特に有名です、磯部晃斗さん、こちらの方にもお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。1週間で一番新しいスポーツニュース、ミッドナイトファイティングです。説明は不要です。どうぞ楽しんでください。はい、それでは両選手が華やかにリングに登場いたします。舞い始めました。井上貴人選手の入場です。さあ、まずは青コーナーから井上貴人の登場であります。華やかな途中に身を包んでいるその姿は、あかも森高しかとか、どう見守るばかりのその井上貴人、今ゆっくりと青コーナーの入場であります。井上貴人、人気急上昇、井上貴人に大きな声援、そして数々の神テープが飛んでいます。さあ、音楽が変わりました。そしてライティングも変わりました。これから赤コーナー、豊田真奈美選手が登場いたします。会場からは大きな手拍子が沸き起こっています。さあ、赤コーナーの花道にこれから豊田真奈美が登場いたします。派手なスモークに送られまして、豊田真奈美が足早に今赤コーナーの下、こちらも負けじと非常に華やかなコスチューム、元オーバーシップチャンピオン豊田真奈美、こちらにも負けじとたくさんの紙テープが飛んでいます。さあ、両選手に対しまして数々の声援が送られておりますが、ちょっと紙テープの収集作業に時間を費やしそうであります。さあ、そしてこれから、この大和のオロチの司会者、女性アナウンサー3人によります、花束贈呈、豊田真奈美、井上貴子両選手、そしてレフリーの村山大地に花束が贈られました。さあ、なんと言いましてもこの全日本女子プロレスがスタジオで、それも生中継で皆さんに、お見せするというのはこれが初めての経験であります。アスカね、はい、なんとなくこの我々も緊張するというか、そうですね、選手たちも相当なもんかなと思ったんですが、結構、控え室覗いてみますとね、何か笑い声も聞こえてたりして、やっぱり若い人は違うかなという感じがしないでもないですが、どうですかね。でも実のところやっぱ緊張してるんじゃないですかね。そうなんですかね、はい。さあ、豊田真奈美と井上貴人、ドロップキックから試合が始まった。さあ、青コーナーに持っていったが、さあ、この肘は巻き上げた。そしてそのままスピーディーな展開で高田を抑え込みだ。これはカウント2つ。さあ、もう一回ロープに振り返した。そしてフップ、あーっと一歩を見せました。早くも高子コールが沸き起こっている。さあ、しかしこれを奪い取れた真奈美のドロップキック、いきなり場外乱闘か。さあ、取るか取るか取るか、やっと放送席、放送席、いきなり放送席であります。いきなりアスカ来ますね、これ来ましたね、元気ですね。いやー、しかしこれはスピーディーな展開、とてもとてもこれはスピーディーな展開になります。ちょっとアスカに話を聞くような暇がなかなか、でもやっぱりトヨタのキック打点が高いですね。高いですね、腰の上あたりですもんね。さあ、今もボストンクラブに行こうとしたところ、うまくトヨタ真奈美がかわしていきます。さあ、そしてストンピング、いやー、この辺りから試合の方は落ち着いていくか。さあ、しかしスタート最上段まで使って投げ寄った。やっぱりあったね、はい、この2人というのは今の女子プロレスの中にあって、非常にこのスピーディーなね、そうですね、いわゆる女子プロレスといいますかね、女子プロレスの一番いいところを持って試合やってるんですかね、はい、いわゆるスピード、それから技のキレ、そして華やかさね、なんといってもね、あと若さですね、若さね、アスカが言うとなるほどという感じがしないでもないですが本当にね、全て今兼ね備えているこの2人の対決。そしたら井上貴子というのはそれほどね、試合の中ではあんまり出てこなかったんですが、はい、前回全日本のタイトルをね、奪いましたね。今はちょっとこの豊田真奈美の前に腕を取られておりますが、下になっている
白いコスチュームとピンクのコスチューム、非常に可愛らしいコスチュームに身を包んだ井上貴子でありますが、まあ、井上京子同期生をね前回破って、まあ、今をときめくあの井上京子を破って全日本チャンピオンになった、はいね、これは彼女にとって本当に大きかったですね、実力もついたし、それでまた自信も倍増したと思いますよ、はい、まあ、これまではあのグラビアをね賑わすだけでね、今一つ人気に実力がついていかなかったと言われていたこの井上貴子でありますが、ようやく今年、まあ、本人も今年は勝負の年だというふうに言っていたんですが、その言葉通り、おっと、いきなりこれは肩逆襟が前に入っています、強烈な逆襟、深かったですね。今これ片足になりましたんでまだなんとかなりましたけども、はい、さっきはダブルに入ってましたんでね、腰の柔らかいトヨタがの顔が歪みましたからね、はい、結構来てますねこれは。まあ、トヨタマナミはねこういった技には強いんですが、後、はい、楽園でしたかね、あの北斗晶にねこれで攻められてギブアップしたことがありましたよね。本当にあのサソリのようにね、スコーピオンデスロックとはまた違うんですけれども、マッチコラジョ、あっと左中心、これで全日本のタイトルを取った井上貴子、技も豊富になってきましたね。本当ですね、特にこういったサブミッションが多くなってきましたよね、はい、やっぱり重要だと思いますね、サブミッションは、あのアスカとそしてチグサね、はい、クラッシュガールズがこのサブミッションを女子プロレスに持ち込んだと言っても過言ではないと思うんですけれども、まあ、いい意味でね踏襲していってほしいですね、選手たちにね。まあ、そればっかりになっちゃってもやっぱりダメですけど、はい、さあロープに振ります、井上貴子、さあそして上地の体勢、カウントは2つ。さあこのスタジオでのレスリングということでね、なかなかやりにくい部分もあると思いますが、かなり暑いんでね汗が出てくるとまたちょっとね技がかけにくくなるかもしれませんね。まあ、いつもの試合よりはやっぱり早いと思います。はい、さあスロイドのキック、もう一発、さあ3連発、下から突き上げるようなちょっと顔面を捉えたか、そしてミサイルキック、強烈なミサイル炸裂、あっとカウント2.5、ドロップキック3発から最後はミサイル、そしてダブルアームスープ、腰から押していきます。いい攻め見せてますね、アスカね。そうですね、ハイレベルですね、ハイレベルですね。さあしかしよく井上貴子もこの技を返しています。さあそしてブレンバスター、さあリングややローピョルでありますが、これはカウントを足す、まだ井上貴子にもどうやらまだまだスタミナは残っているか。さあそしてサポーターが巻かれている右の膝を狙います。さあそしてボストンクラブの体勢に入るか、お返しですね、ステップオーバー、先ほどのお返しです。トヨタマナミ、ああしかしちょっと不十分かな。そうですね、ちょっと浅いですね。ちょっと浅いね。さあしかしこのままデスロックの体勢に入りそうです。インディアンデスロックの体勢にそのまま入っていった。さあインディアンデスロック。この辺のあーとこの辺のつなぎもうまいですね。うまいですね。トヨタはあのスピードと華やかさプラステクニックがありますからね。はい。やはり怖い存在だと思いますね。はい。おっともう一回、体が柔らかいですね。この豊田選手の体の柔らかさの秘密って何なんですかね。そうなんだよな、本当にこの人はあの入った時から糸部さんね、本当に体が柔らかくて少々のあの関節技ってのは効かなかったです ね、 そうですね、日本一のエビゾリ娘というニックネームがあるというふうに聞いてるんですけど確かに本当その通りです。さあそれをどうやら晴れのけた井上貴子、さあそしてダブルアームのスープレックスの返しか、さあそのまま前に落とした、そのまま前に落とします。さあそしてそのままホール、カウントは2つ、村山大志のカウントは2つであります。しかしさすがにこのスピード自慢の2人だけあって、なかなかアスカねスピーディーな展開だと思いませんか。緊迫感がありますよ ね、 ねえ、さあ膝を落とした、おっとカウントは2つ、このブリッジもトヨタマナミの真骨頂であります。ああ、休むなよという声が飛んでますけれども、まさにその通り、やっぱりあすかね今日はね、はい、この2人にこの女子プロレスの素晴らしさっていうのを全然、ね、出してもらいたいね、あのブルアザ戦に加えてこの一戦はすごい、女子プロの本当に売りの部分ですからね。そうですね、まあ、ブルとアジャの重量級のね激突とまた違う、いわゆる昔から踏襲されてきた全日本女子プロレスのね技というものをこの2人にぜひ見せてもらいたい、はい、今一番面白い試合ですからね、ここまでのところどうでしょう。そうですね、やはり、井上です、井上が優勢かなっていう気もしますけど、やはり
箇所箇所で強打の強さが出ていますし、うん、そうですね、はい、あこれはスリーパーに入ったか、スリーパーホールドに入っていきます、グラウンドに落としていきました、スリーパーと同時に胴も締めてますからね、結構きますよね、はい、さあ試合時間が5分経過、何かあっという間の5分でありました、展開早いですからね、5分が短く感じますね、さあこの試合は20分の1本勝負であります、ボディースラム、さあそしてうっと、さあこれは返していって、さあそしてロープに飛んだが、さあこれはうまくかわしていった、シャシバックを取ったか、さあおっとローリングクレードル、ローリングクレードル、ローリングクレードルだ、さあ何回転いくか、何回転いくか、ローリングクレードル、そのままホール、カウントは2つ、ローリングクレードル炸裂でありますが、カウントは2つであります、さあおっとこれバックを取った、バックを取った、逆転か、逆転か、カウントは2つ、ローリングクレードルを受けた井上貴子でありますが、すぐさま反撃、ロープに振る、ロープに振る、さあそしておっと高さを抑え込み、高さを抑え込み、カウント2つ、さあこの辺りからまた一気に目まぐるしくなっていった、さあとこれは後ろを見ていない、あっと強さまだに油断したか、さあセカンドロープ、そしてトップロープへと井上貴子が上がっていった、これも自爆でありました、バックを取った、バックを取って、さあスピーディーな展開だ、カウントは入る、カウントは2つ、すごい展開になってますね、すごいですね、すごいハイな部分でやってますね、うん、さあ叩きつけておいて3段ロープか、3段ロープ逃げた、さあこの辺り自爆自爆という形になっておりますが、さあダブルアームのスープレックスからそのまま抑え込んでいった、カウントは2つ、すごいテンション高いですね2人とも、昨日の三重で戦っている2人でありますが、その因縁を残っているか、そのまま後ろに落とした、昨日の対戦でね、アスカ、豊田真奈美がね、右の目の縁ですかね、はいはい、切れてるんですよね、6針出てるんですよね、あと後ろからドロップキック、さあそして飛ぶか、ロープ最初だ、飛んだこれはかわされた、今日のリング外はマットが敷いてありません、まさに床に打ち付けられたチャンスを迎えた井上貴子でありますが、おっと後ろバックを取った、ジャーマン、カウントは2つ、カウントは2つ、さあそしてさあ飛んだ、ムーンサンドブレス決まった、最後はムーンサンド、最後はムーンサルトで決めました、やはりすごいですね、トヨタはなんか今まで見た試合で一番良かったですよ、本当ですね、嬉しいですね、後輩でこういう試合してくれると、しかしトヨタもそしてこの井上もよく頑張った、頑張りましたね、本当にスピーディーな試合を展開しまして満場のファンから大きな拍手が寄せられています、最後は木札ムーンサルトプレス炸裂、トヨタ真奈美が井上貴子を下しております。